ホライフニュースマイクラ支局の女性記者、ホーライライフがレトロな話題をご紹介。というわけで、本日は、スケルトンライダーさんの神業をご覧ください。私に向けて何度も矢を放つ彼、しかし、放たれた矢は、どこかに突き刺さるわけでもなく、忽然と消え去るのみ。もう、信じる他はありません。彼は空間に矢を放っているのです。もしかしたら、私も同じ芸当ができるかもしれない。そう思って試してみましたが、結果はご覧の通り、放った矢は足元の地面に突き刺さるだけでした。悔しいですが、弓矢の扱いにおいては、私は彼の足元にも及ばないようです。この事実を重く受け止め、今後は弓の修練に励みたいと思います。ホライフニューストピックスでした。ご視聴ありがとうございました。